ジェシー、玉森ゆ太2024年秋ドラマ、旧ジャニー勢の相次ぐ核落ち性加害問題から1年、テレビ局の新重姿勢。7月期の連続ドラマが続々と最終回を迎え、10月からスタートするドラマの情報が発表されている。いわゆる、秋クールのドラマには、旧ジャニーズ事務所のタレントも出演するが、異変が見受けられて、写真あり1年前、 旧ジャニーズ勢が主演していたドラマ。主演を務めるタレントが少ないんです。ストーンズのジェシーさんが出演する、モンスター、カンテレ制作、フジテレビ系は、シュリさん主演。キスマイ FT2 の玉森ユ太さんが出演する、あのクズを殴ってやりたいんだ、TBS 系も、ナオさん主演です。ジェシーさんは、2022年10月の最初はパー。 テレビ朝日系では主演。玉森さんも2022年7月のナイスフライト。テレビ朝日系と同年10月の祈りのカルテ研修医の謎解き診察記録。日本テレビ系とニクール連続で主演を務めていましたが、いずれも今回は2番手以降での起用になります。芸能記者。10月期はニュースの小山圭一郎が、 高杉さん家のお弁当、日本テレビ系、キスマイ FT2 の千賀健と、ケンとが愛人転生、され妻は死んだ後に復讐する。毎日放送、タイム例、旧セクシーゾーンの菊池風魔が、私たちが恋する理由、テレビ朝日系 AA、グループの佐野正也が離婚後や、テレビ朝日系と、4人の旧ジャニーズ事務所所属タレントが、ドラマで主演を埋める。ただ、 一年前、2023年10月期と比べると変化が見える。19時から22時放送のゴールデンプライム隊で主演を務めるタレントがいないのです。小山さんらの主演ドラマは深夜隊の放送ですからね。2023年10月は嵐の二宮和成さんが、ワンデー、聖夜のから騒ぎ、フジテレビ系時代の松岡雅宏さんが、 家政婦の三田園、テレビ朝日系、菊池さんが、税調払えないには訳がある、日本テレビ系など、ゴールデンプライム隊に所属タレントが主演で多く起用されていました。1年前に比べると、レンドラで旧ジャニーズ勢が格落ちしたと言えなくもありません。全室、芸能茶。小ジャニー北川氏による性加害問題が大きな話題となり、社名を変更したのが、 ちょうど2023年10月だった。2024年4月からタレントのマネジメントを担うスタートエンターテイメントが新たなスタートを切ったが、旧ジャニーズ勢が出演する10月期のドラマで変化が見受けられる背景について、制作会社関係者はこう語る。ドラマによって多少異なりますが、連ドラのオファーは半年から1年前に出すことが多いです。 社名変更直後は、すでに出演者も決まっていたため、大きな変化はありませんでした。ですが、2024年10月期のドラマは、各テレビ局が性加害問題の影響を踏まえて、キャスティングしたものになっています。旧ジャニーズ勢のドラマ起用に関して、テレビ局が新方針に移行したと言える。問題前と比べて、どんな点が変わったのか。 2023年9月から新規で旧ジャニーズタレントを起用しない方針を示すテレビ東京を除き、現場に旧ジャニーズを使うなという指示は出ていません。ただ以前に比べると、企画段階で彼らを主演で起用することに慎重になっている印象です。それでも、菊池さんやスノーマンのメグロレンさん、ストーンズの松村北斗さんなど、 俳優として評価されているタレントの名前は会議でもよく上がっています。ある意味、制作サイドがタレントをより厳選するようになったとも言えます。前室制作会社関係者。消化外問題から1年、テレビ局も大きく変わろうとしているのかもしれない。